恒例ファンが語る。ザ・ミュージック・デ2024でのナンバー・アンダーライン・アイパフォーマンスが人生に与えた感動ナンバー・アンダーライン・アイのライブが高齢ファンの心に通した希望と喜びザ・ミュージック・デ2024特集ある日ザ・ミュージック・デ2024の終わりにファンの方々と話す機会がありました中でも高齢のファンが語った言葉には深い感動がありました スクエアアンダーライン1ンとボンという2つのパフォーマンスをテレビで見た時の喜びはまるで青春時代に戻ったかのようだったといいます彼らは年齢や健康の問題で大規模なコンサートに行けないことが多くそのことに対する寂しさを感じていましたしかしテレビ越しにでもナンバーアンダーラインアイのライブを楽しむことができるということは彼らにとって大きな幸せであり生きる喜びになっているのです ナンバー・アンダーライン・アイの存在は、彼らの生活に明るさと活力をもたらしています。彼らの歌声やダンスは、ただのエンターテイメントではありません。それは、彼らの努力と情熱の結晶であり、そのパフォーマンスを通じてファンたちに希望と喜びを届けています。ある高齢のファンは、ナンバー・アンダーライン・アイのパフォーマンスを見ていると、若い頃の自分を思い出し、 生きるる活力が湧いいててくると話していましまたこのようにナンバーアンダーライン愛の存在は彼らにとって日々の生活の中での大きな支えとなっているのですファンたちはナンバーアンダーライン愛の成長を見守りながら自分たちも共に成長していきますその過程で互いに励まし合い支え合うことでより強い絆を築いていくのですステージ上での彼らのパフォーマンスは ただのエンターテイメントではなく、彼らがどれだけ努力してきたか、どれだけの情熱を持っているかを物語るものです。そして、その努力や情熱が、ファンたちに感動を与え、彼らを応援する力となるのです。例えば、あるファンが、待ってました。めちゃくちゃかっこいいスパーク楽しみにしてますハートの簡単フとコメントしたとき、その言葉には、 彼らがナンバーアンダーラインアイを応援し続けてきたことへの感謝と期待が込められています。その期待に応える形で、ナンバーアンダーラインアイはさらに努力を重ね、素晴らしいパフォーマンスを披露するのです。このように、アーティストとファンの関係は、互いに影響し合い、成長し合うものであり、その関係性が彼らの魅力を一層引き立てています。さらに、ファンたちの中には、 ナンバーアンダーラインアイの音楽が彼らの人生にどれほど大きな影響を与えているかを語る人もいます。ある高齢のファンは、長い間うつ病と戦ってきましたが、ナンバーアンダーラインアイの音楽を聞くことで日々の生活に楽しみを乱し、少しずつ前向きな気持ちを取り戻すことができたと言います。彼らの音楽を聞くと、心が癒され、生きる希望が湧いてくるとそのファンは語ります。このように、 ナンバーアンダーラインアイの音楽は単なる娯楽の枠を超えて人々の心に深く根ざし彼らの生活を豊かにする力を持っていますまたナンバーアンダーラインアイのメンバー自身もファンとの交流を通じて多くのことを学び成長しています彼らはファンからの応援の声に励まされ自分たちの音楽がどれほど多くの人々に影響を与えているかを実感しています例えば あるメンバーは、ファンの皆さんの応援がなければ、ここまで頑張れなかったと感謝の気持ちを語っていました。彼らは、ファンとの絆を大切にし、その絆をさらに深めるために、常に新しい挑戦を続けています。ファンとの絆は、ライブパフォーマンスだけでなく、日常の交流を通じても築かれています。例えば、SNS を通じてファンとコミュニケーションを取ったり、 ファンミーティングを開催したりすることで、彼らはファンとの距離を縮めています。あるメンバーは、SNS でのコメントやメッセージを見ると、皆さんがどれだけ私たちを応援してくれているかを感じられて、とても嬉しいです、と語ります。このような交流を通じて、彼らはファンの期待に依頼、さらなる成長を目指しています。また、n o n アイのメンバーは、 自分たちの音楽がどれほど多くの人々に勇気や希望を与えているかを常に意識しています。彼らは、音楽を通じて社会に貢献し、人々の心を動かすことを目指しています。例えば、チャリティーイベントに参加したり、社会貢献活動を行ったりすることで、彼らは自分たちの音楽の力を信じ、その力を最大限に活用しようとしています。このような活動を通じて、 彼らはファンとの絆をさらに深め、社会に対する影響力を高めています。さらに、彼らの音楽は、国境を越えて多くの人々に愛されています。彼らの楽曲は、様々な国や地域で聴かれており、その影響力はますます広がっています。例えば、あるファンは、ナンバーアンダーラインアイの音楽を聴くことで、日本の文化や言葉に興味を持つようになったと語ります。 彼らの音楽は、異なる文化や背景を持つ人々を結びつける力を持っており、その力を通じて、彼らは世界中のファンとの絆を築いています。このように、ナンバーアンダーラインアイの音楽は、ただのエンターテイメントの枠を超えて、多くの人々の生活に深い影響を与えています。彼らの音楽を通じて、ファンたちは日々の生活に希望と喜びを生み出し、彼ら自身もまた、 ファンからの応援に励まされて成長しています。この相互の関係性が、彼らの魅力を一層引き立て、彼らの音楽をより豊かにしています。しかし、このような深い絆を築くためには、彼ら自身の絶え間ない努力が必要です。n o ーアンダーラインアイのメンバーは、常に新しい挑戦を続け、自分たちの音楽を進化させています。例えば、 新しいアルバムの制作やツアーの準備において、彼らは常に最高のパフォーマンスを提供するために努力を惜しみません。その努力が、ファンたちにとっての大きな感動となり、彼らを応援し続ける理由となるのです。また、彼らの音楽は、時代の変化にも柔軟に対応しています。新しい技術やトレンドを取り入れながら、自分たちの音楽スタイルを維持しつつ進化させているのです。例えば、 デジタル配信や SNS を活用することで、より多くのファンに自分たちの音楽を届けています。このような取り組みが、彼らの音楽をさらに広く普及させ、彼らの魅力を一層引き立てています。そして、彼らの音楽は、常にファンの声に耳を傾け、その期待に応える形で進化しています。例えば、ファンからのリクエストやフィードバックを取り入れながら、 新しい楽曲やパフォーマンスを作り出していますこのような姿勢がファンとの絆を深め彼らの音楽をさらに豊かにしているのです最終的にナンバーアンダーライン愛とファンとの関係は互いに影響し合い成長し合うものでありその絆は今後もますます強くなっていくでしょう彼らの音楽は多くの人々に希望と喜びをもたらしその影響力はますます広がっています このような彼らの活動を通じて、私たちは彼らの音楽の力を信じ、その力を最大限に活用することの重要性を学びます。では、私たちは、彼らの音楽に何を求め、どのように応援していけばよいのでしょうか。それは、ただ受け取るだけでなく、彼らの音楽に触発されて自分たちも何かを作り出すことです。例えば、彼らの楽曲をカバーしたり、 彼らのメッセージに共感して新しいコミュニティ活動を始めたりすることが考えられます。このように、ナンバーアンダーラインアイの音楽は、私たちの生活に新しい視点や可能性を与えてくれるものです。そして、その一方で、私たちが彼らに期待することもあります。新しい音楽を作り続け、私たちに感動を与え続けること。例えば、次のアルバムがどのようなテーマで、 どのような楽曲が収録されるのか、その期待は尽きることがありません。また、ライブパフォーマンスにおいても、常に新しい驚きや感動を提供してくれることを望んでいます。彼らがどのようにその期待に依れていくのか、それもまたファンとしての楽しみの一つです。